皆さんこんにちは、みのりんです。はい、ですね、最近ちょっと気になるニュースが多いかと思います。肺炎とか病気、本当に予防することが大事だと思っていますので、手洗いうがいはもちろん、マスクをね、私は買いに行きました。買いに行ったんですけども、売ってない、どこも売り切れなんです。100均、コンビニ、ドンキ、どこも売り切れだったんです。もちろんね、地域によって全然違うと思いますし、まだまだ普通に売っているっていう方もいらっしゃるかと思いますけども、私の周りはもう全滅していて、さらにネットで買おうと思ってアマゾン開いたら売り切れ売り切れ売り切れ、本当に今どこもマスクが売り切れなんです。これからもっともっといろんなところでマスクが売り切れになっていくと思っています。私もマスク買えなかったですし、作ろうかなと思いました。布マスクとかね、売っているかと思いますけども、やっぱり絶対にないよりはあった方がいいと思いますし、最悪どこも売り切れで買えなくなってしまった場合、近くにある布とかいらないお洋服とかを使ってマスクが作れるようになれば絶対に安心できると思っているので、本日は布マスクを作っていきたいと思います。本当は今日違う動画を上げようかなと思っていたんですけども、今後この動画見といてよかったとか思ってくださる方がちょっとでもいらっしゃればなという気持ちを込めて、本日は布マスクを作っていきたいと思います。それでは早速始めていきましょう。じゃじゃん、というわけで湯沢屋行ってきました。実はね、こちらの材料は全部100均でも購入できちゃいます。ので100均の材料だけでもできちゃうんですけども、個人的に可愛い布とかを使いたかったので湯沢屋に行って一式揃えてきました。で、本日なんですけども2種類のマスクを作ってみようかなと思っています。一つは手縫いでできちゃう、簡単にね早くできちゃうようなマスク、もう一つはミシンを使って本格的に、もうちょっと本格的に作れるようなマスクを作っていきたいなと思っています。両方とも私は本日が初めてです。作ったことがないですし、そもそもあんまりお裁縫をしないし、一応ミシンはあるんですけども、買ったっきり2年ぐらい前に買ったっきり一度も開けていない超新品のミシンを持っているくらいなので、でもこんな初心者でも簡単に作れてしまうようなマスクを作りたいなと思ったので、いろいろと調べて私のような初心者でも作れるようなものに挑戦していきたいと思っています。それでは本日必要なものは、まずはガーゼコットンです。これはダブルガーゼプリントと言いまして、ここにも書いてあるんですけども、マスクにも最適ですと書いてあります。そしてあとはもう一つダブルガーゼと、あとは可愛いプリントの布も買いました。これはねミッキーなんですけど、超メルヘンキキララです。これはね可愛くて買っちゃったんです。まずは布を用意します。これらも全部100均にあります。そして必要なのがカラーマスクゴム、まあ、カラーじゃなくてもいいんですけど、マスク用のゴムとかいうのがありまして、ここにね引っ掛けるゴムです。マスク用のゴムがあるので、これも100均に売ってあるそうなのでお安く買えちゃいます。あとはお裁縫道具で作れちゃいます。それでは早速作っていきましょう。まずすごく簡単な手縫いでできちゃう簡単に作れるマスクをご紹介します。すごい、これね400何円だっけ、490円、1つあれば4つぐらい作れちゃいそう。まずは 21cm×41cm に切っていきます。まあ、完璧でなくてはいいと思っていますが、ここら辺ですね。あ、ちなみにガーゼは洗うと縮んでしまいます。お水に入れて乾かすとすごく縮んでしまうので、まずはお水に30分間ほどつけて絞って2時間ほど乾かしてから使ってください。今回はね早くこの動画をお届けしたいのでこのまま使っちゃっているんですけど、こちらのステップは必ず忘れないでください。というわけで、ステップ1は水につけて乾かす、ステップ2は 21cm×41cm の大きさに切ります。そしたらアイロンを使ってよく伸ばします。ここが真ん中の線だとして、この線に合わせてこっち側で一回折って、こっち側も同じように折ります。そしたらまたアイロンを使って折り目を作ります。また3等分します。折ります。こんな感じかな。ここをこうやって内側に折って、こんな感じですね。この状態でまたアイロンをかけます。だんだんマスクの形になってきましたよ。そしたらこの状態でじゃじゃん、クレパスを使います。というのは冗談で、これはね、はい、お裁縫キットなんです。可愛くないですか。実はお裁縫キットでした。針を使って、結構長くやらないと心配になっちゃうんです。糸を通してと、ここの線に沿って縫っていきます。ほら、こんな感じでここ縫っちゃいました。あんまり綺麗にやっぱできてはいないんですけど、まあまあこれでも大丈夫なんです。お裁縫もっと頑張ろう。あ、これもついてくるんだ、便利。さすがマスク用のゴム通して、よいしょ、
ゴムを通して、あとは自分が使いやすい長さにするべきですね。ここで結びます。そしてもう一箇所の方も縫っていきます。ミシンを持っている方はここのところをミシンを使って縫ってしまっても大丈夫です。絶対そっちの方がね、綺麗には見えるとは思います。ただミシンがない方でも作れます。はい、というわけでこっち側も縫えましたけど、あんま見ないで綺麗にできなかった。そしてこっち側も同じようにゴムを通していって、で一旦切ります。だいたいゴムは大人であれば30センチほどだそうです。ですがね、一度自分でこうやって当ててみていい長さに切った方がいいと思うので、ぐる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 、ちょっと一旦当ててきます。してギューッと締めたら、このねゴムが格好悪いのでこうやって引っ張って中に入れちゃいましょう。はい、そしたら完成です。めっちゃ簡単に作れた。本当に初めてだったんですけども、分かりやすかった。あ、マスクだマスクだはい、こんな感じでマスクができました。結構ねぴったりとしています。意外と密着しています。そして私は結構短くしてギューッとできるように、密着するようにゴムをつけたので息もできますし、いい感じです。あ、簡単簡単。というわけでこっちが手縫いだけでできる簡単なマスクの作り方です。もう一つの方も頑張れば手縫いではできちゃうんですけど、ミシンがあった方が綺麗にできるような。それでは2つ目のマスクいってみましょう。はい、というわけで2つ目はもうちょっと本格的なミシンを使う布マスクの作り方です。まだ放送されてる、一度も開けたことがないんです。使ったことがない。封印を解く日が来たと申すのか。はい、なんか落ちた。おお、あ、かわいい。じゃじゃん、私のミシンです。はて、おお、まあこんな感じでミシンをセットアップします。そしたら2つ目はこちらの布を使っていきます。はい、ではね、まずは 17.5cm×20cm に切っていきます。 17.5cm、 はい、こんな感じ。そしてもう一つ、今度はこちらのガーゼの方、これは 17.5cm×30cm に切ります。あ、またまたガーゼは必ず一度水に通して乾かしてから使ってください。というわけで2つ切り終わりました。あ、待って、ミッキーの柄間違えた。こっち向きだからこうならなきゃいけないんだ。ほら、こっち側ですよ、こっち側。柄がある場合は柄も考えて切らなくちゃいけないですね。この状態で一旦アイロンをかけます。ガーゼの方を半分に折ります。そしてアイロン、そしたらこことここを縫います。ミシンの登場。待ち針でくっつけて、おお、縫えた縫えた。お、悪くないんじゃないですか。悪くないんじゃないでしょうか。結構綺麗に縫えました。そしたらこっち側も同じように、できたできた、イエーイこんな感じに縫えたのでひっくり返しますと。はい、そしたらアイロンを使って綺麗になじませます。これもうすでに持っているマスクなんですけど、ここ切っちゃいまして、ワイヤーを取っちゃいます。へえ、こんな感じのワイヤーなんだ。ここら辺をこう止めていきます。はい、上のところが縫えたんですけど、ここの中にワイヤーを入れちゃいます。やっぱワイヤー入れた方がね、鼻の形に合うかなと思うので、もうすでにあるマスクからワイヤーを頂戴したんですけど、普通に売っていると思います。ここら辺にワイヤーを入れました。そしたらね、プリーツを作りたいと思います。これをちょっと参考にしながら、はいはい、こんな感じかな。アイロンで留めちゃいます。このマスクの大きさになるべく合わせてプリーツを作ってみました。そしたらまたまたここをこうやって縫っていきます。私のおばあちゃんはね、お裁縫の才能がすごかったので、私にも若干はあるはず。そしたら反対側も同じようにここを留めちゃいます。できました。こんな感じでできてきました。最後はですね、ここですよ、横のところ。なんか糸がすごいな。三つ折りにします。1回、2回と。ここ一番難しいかも。この三つ折りにした状態で、ここを最後に縫いますと。綺麗にできるかな。
まあ完璧ではないんですけど、こんな感じで縫えました。で最後こっち側も同じように1回2回と。もうミシンは終わりだ、休んでいいですよ。でここの間に通しますと。はい、あとはこれまたちょっと顔に当ててサイズを確かめます。おー、なんだかんだマスクになりました。でこれでもいいんですけど、個人的に一番最後にこちらも買ってみました、ワッペンです。なんかミッキーなのでミッキーのワッペンつけたら可愛いかなーって。どこにつけよう、ここいいね。はい、ちょうどいいところにペタッとね。ほらこんな感じでワッペンつけたらより自分オリジナルの可愛いのができちゃうんじゃないでしょうか。いかがでしょうか。はい、っていうわけでこんな感じでできました。まあ手縫いなんでね、あんまり綺麗にできてはいないんですけど、5分ぐらいでできちゃうめちゃくちゃ簡単なマスクです。そして次に作ったのがこちらです。針金を入れて鼻の形に合ったような感じにすることができて、ワンポイントを入れてみたものです。結構可愛くできたと思います。そしてそしてこちらなんか楽しくなっちゃったのでさらに作ってみました。でお鼻のところにもちゃんと鋼を入れています。というわけで3つ目で、でさらに、はい、なんかねお財布をミシンを手に入れて楽しくなっちゃったので、ちょっとね残っていた布を使ってシュシュを作ってみました。まあこれは関係ないんですけども、楽しく簡単にマスクとシュシュが作れちゃいました。じゃじゃん、というわけでマスクできちゃいました。一旦こっちをつけてみますと、こんな感じに結構ね一般的なマスクと同じぐらいのつけ心地なんですけど、やっぱね鼻のところが気になったりとか、もっともっと密着したものが欲しいなと思った場合、おーマスクだ。でここの鼻に合わせて密着度すごい、プリーツになっているので、ここがねちょっと浮くんですよ。口のところがちょっと浮くので話しやすいし呼吸もしやすいです。あとリップつけてても当たんないかもしれない。こっちの方が確かにちょっと息苦しかったところはあったので、これめちゃくちゃおすすめです。何度も洗ってね使えるのでエコですし、もしどこに行っても売り切れになっていた場合はこんな感じで簡単にご自分で作ってもいいんじゃないでしょうか。こんな未経験者でも作れちゃっていたので、かなり簡単に作れちゃいます。手洗いとうがい、人混みの中を避けたりとか、本当に気をつけてお過ごしください。というわけで本日もご視聴いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。本日もご視聴いただきありがとうございます。こことここに昨日の動画とおすすめの動画を載せておきます。あとね Twitter とインスタもやってるので、ぜひぜひフォローお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。